りました。当然のことをしたまでです。と助けが必要な時はいつでも呼んでください。国民の平和を守るのが私の使命。王のその尾に咲き誇り、城下に舞うは人への花弁。ありがとうございます。私は熱烈瞬間スカーレットブレーム。はあ、始めたのはいいけど、演説は噛みまくるし、集まった人たちの方をまともに見ないし、世論調査も今週は5位で全然演説効果ないな。何か方策を考えないと。仮面のヒロイン、ローズ・タイフーン WX、 ただいま参上。人々の平和を守る仮面のヒロイン、ローズ・タイフーン WX。 だがその正体がクラス1のドジッコ花井であることは誰も知らない。バレバレじゃん、子供騙しだな。バレたら花江ちゃんウサギさんになっちゃうし、番組終わっちゃう。でも正体が分かったらみんな花江に感謝するのでは。これだわ。あかねを覆面ヒーローに。そう、素性を隠せばあかねも積極的に人助けができるし、その上で選挙前に正体を明かすことで人気も急上昇するはず。それに茜の演説に付き合って思ったんだけど、王族とか関係なくあの性格のままじゃこの先辛いことが多いんじゃないかって心配なの。茜は茜なりに必死に変わろうとしてるのはわかるんだけど、曲がりなりにも人前で堂々としていられたっていう実績でもあれば少しずつ自信もついていくと思うんだ。ちょっと待ってて。ありがとう。奏で、はい。メガネ？ジャミンググラス。かけると周りから個人を特定されなくなるメガネよ。覆面ヒーローの時これを変装道具に使えば。奏でありがとう。わざわざ生成してくれたんだね。うん。ただ自分の部屋からメガネを持ってきただけのように思えるんだけど。信じられないなら。ありがとう奏で。ただし生成コストの削減のために効果は茜が装着した時のみ発動。さらにこのメガネの性能を知ってる人間には効き目が薄いわ。別にいいのよ、無理に使わなくたって。大切に使わせてもらいます。どうかな、いつもと雰囲気違うかな。この子誰だ。誰って赤。あ、分かったわね、シュウちゃん。はい、知らない女ですね。やったー、バレてない。あって言ったよね。そんなことよりなかなか可愛いですね。お邪魔しました。この人誰だ。誰だ。知らない人です。知らない人。本当？これは正義のための嘘なんですよね、姉上。メガネをかけた茜が来たら嘘でも知らない人って言うのよ。いいわね。茜お姉様の将来のため。時には必要な嘘もあるのよ。しおり、どうしたの。しおりが泣き出したぞ。
ない女が家にいるから怖いんだ。しおり、私だよ。あ、あかね姉様だ。ごめんね、驚かせちゃって。びっくりしましたよ、姉上。覆面ヒーロー計画始動ね。お願い、あの子助けてあげて。降りられなくなっちゃったみたいなの。参ったな、この高さでは。任せて。お、俺はまさか。もうこんな無茶しちゃダメだよ。ありがとうお姉ちゃん。あのもしかしてあなたは桜だ。私は熱烈瞬間スカーレットブルーム。あ、いやコスプレですか。 ありがとうスカーレットブルーム。ありがとう子猫ちゃん助けてくれて。私はスカーレットブルーム。いいぞ、いいぞスカーレットブルーム。何かお困りの時は呼んでください。スカーレットブルーム最高。スカーレットブルーム最高。あ、はー、どう、ネット上の反響は。うん、すごい反響だよ。あ、これさっきのやつね。本当だ、もう画像アップされてる。この数日でスカーレットブルームってワードのアクセス急上昇してる。へー、うまくいってるんだよね。今回も赤スカーレットブルームの活躍により尊い命が一つ救われました。彼女の正体は一体誰なんでしょうね、マシュマさん。彼女はスカーレットブルームです。それでは最後に今日の世論調査の発表です。先日5位だった茜様が今週に入りぐんぐんと票を伸ばし、2位の奏様に迫る勢いです。一体何が。絶好調だな茜。なんかスカーレットブルームになってから支持率が上がってきてるんだよね。で、なんで正体隠してるのに私の支持率が。それはきっと演説の効果が出てきたんだよ。うん、そうかな。ケーキあるんだけど食べる。食べる。そういえば小さい頃の茜はやんちゃだったな。この町の平和を私が守るんだとか言ってたっけな。本当ですか、ヌベ。かっこいいです。昔の話だから。城下に舞うは一重の仮面。うわー、やめてー。なんで今更恥ずかしがるんだよ。スカーレットブルームに変身してる時と桜と茜の時とは別なの。もう家族だからって正体明かすんじゃなかった。何言ってんの、チカたちだってもう気づいたの。光、ちょっとあっちでお話ししよっか。葵お姉ちゃんと何話してたの。別に。どうしたの、食べないの。あ、はい、もう食欲ないんで、よかったらブルームさん。光、もう一回お話ししよっか。はい。ごめんね、日曜なのに付き合わせちゃって。いいって。でも珍しいね、茜が買い物行きたがるなんて。大丈夫茜。平気平気、私だってちょっとは成長してるんだから。成長って例の覆面ヒーローのことかな。さあ行こうカレン。でもまだまだだよね。あれじゃ持たない。バカで、うん、バカで。やった。本当に本当にありがとうございました。いえ、無事でよかったです。ほら、あなたもちゃんとお礼言わなきゃ。あの、ありがとうスカーレットブルーム。どういたしまして。え、危ないからもうベランダで遊んじゃダメだよ。うん、ま、いつか気づくか。ただいま。
うしたの？何かいいことあった？ううん、別に。いけない、私ジャミンググラス置いてっちゃったんだ。あれ？でもさっき。ありがとう、スカーレットブルーム。ひょっとして彼女が有名になりすぎて素顔のままでも私だって気づかれなくなってる？アカネちゃんが真実に気づく日はまだ遠いね。今すぐライオちゃん、チケット頼めないかな？今すぐ？本当ごめん。うん、いいよ。ありがとう。いえいえ。今週ユニコちゃん手空いてる日ある？ちょっと待ってて。うん、週末以外は大丈夫だよ。助かった、明日と明後日お願い。任せて。イサキ、悪いけど。あ、うん。ってことでごめん、ハルカ。わかったよ、先に帰って演説の原稿を書いとくよ。お願いします。これから延長戦なんだ。自分だって街頭演説の予定でいっぱいだってのに。ま、美咲らしいといえば美咲らしいけど。いやー、今日もいい仕事したな。それより早く、もう始まってるぞ。前回ベスト3に返り咲いた茜様が、なんと奏様を抜いて2位に浮上しました。茜姉様すごいです。ありがとう。シュウ様の街頭演説の様子をご覧ください。ただいまより第一王子の演説を始めさせていただきます。アナ落ち着いて。ごめんなさい。アナさん、シュウちゃんの演説スケジュール全部管理してるんだって。これじゃ前とあまり変わり映えしないか。ただいま。おかえり、ちょうどよかった。美咲、次の演説は分身のことも少し押していこうかと思うんだけど。美咲どうしたの？しゅうちゃんもあかねえもみんな頑張ってるなって。ああ、だからこっちも負けていられない。本気で真剣に王様になろうと。なんだよさっきから。私ね、本当は自分が王様になればお姉ちゃんたちよりも私の方が、私が一番ってはるかに認めてもらえるって。え？そう思ってただけなのかも。幻滅したよね。どうしたの？はるかに頼りっきりでサポートしてもらって、演説の原稿まで書いてもらって、でも自分の力で頑張ろうとしている茜たちを見てたら、なんか自分が薄っぺらに思えてきちゃって。あれ、自分の力なのか？ごめん、私王様に向いてない。美咲が一番向いてるんだ。美咲は何でも人並みにできて社交性もある。だからなんていうか、それは普通の人、国民と同じ立場で国を見るってことじゃないのかな。あ、そんな美咲が一番王様に向いている、僕はそう思ってる。だからサポートしてきた。私なんかよりはるかの方が。僕は王様の参謀に徹する、僕にはその方が向いてると思う。それに、あ、僕がそばにいなきゃ美咲はダメだろ。はるか、私が王様に一番向いてる、はるかがそれを望んでくれるならその気持ちを裏切りたくない。今はまだ遥に誇れるような理想は持てないけど。わかった、私頑張る。それじゃ次の演説原稿なんだけど。いいよ、原稿は自分で書く。お、自分の言葉で自分の持てる力でやってみる。うん、やってみたい。美咲。いらっしゃいませ。明日のクリスマスイブのケーキ準備お済みでしょうか？早いな、明日はもういるか。また一つ年を取るな。クリスマスが過ぎれば今年もあっという間です。皆様、クリスマス前にお騒がせいたします。桜田美咲です。私は国民の皆さんと一緒に明るく楽しい国づくりを考えたいと思ってい
います。でも正直まだ何をどうしたらいいかは分かりません。でもそれを一つ一つ探しながら一生懸命頑張りたいと思います。皆さんと共に。あれ、美咲ちゃん今日は一人？うん、頑張ってみるんだって。へえ、分身も使ってないのか。偉いです。葵様がお供を連れてらっしゃるわ。さすが葵様、公務の一環かしら。邪魔してはダメよ。なんか前にもこういう状況に遭遇したな。前っていうか毎回でしょ。みんな行こう。うん、いつもごめん。もう慣れてるって。はい、全然気にしてないです。少しは気にしろよ。これからどうする？お茶していかない？私無理、バイトの先輩に呼ばれてるんだ。すぐ終わるなら待ってるよ。いや、その後も部活の集まりがあってさ。ごめん、また今度。ナナちゃん多忙だね。王族より忙しい女、ナナオ。バイト先でさらに交友関係広くなってるからね。そっか。でもいつも4人だから3人って逆に新鮮かも。ごめん、私もこの後予定があるんだ。しーちゃんもバイトとか？じゃあ、うずきちゃんは？実は私もおばさんに薬を届けなくちゃいけなくて。おばさんいたっけ？ごめんなさい。あ、いいの、こっちこそごめんなさい。そんな、ごめんなさい。みんな予定があったのに付き合わせちゃったな。ずっと4人でいることが生活の中心だと思ってたけど、これから先もし私が王様になったら、そしたら今まで通りってわけにはいかないよね。あまり一緒にいると迷惑もかけちゃうし、私から誘うのは控えないと。これ以上みんなを縛りつけるのは私が言えた義理じゃないもの。しょうがないよね。大丈夫、平気平気、それが普通のこと。大人になれ私。しーちゃんから？用事が急にキャンセルになったんで、よかったらこれから私の家に遊びに来ないか？ごめん、急に連絡しちゃって。ううん、一人でお茶してただけだから。そっか、じゃあ今日は私が葵を独り占めだな。私もしーちゃんを独り占めだね。散らかってるからちょっと待ってて。いいよそんな、私は全然気にしな。いろいろと片付けなきゃいけないものあるよね。何のことを言ってるのだ。いいの、私そういうの疎いから、ごめん、気が利かなくて。そういえばしーちゃんの部屋に来るのいつぶりだっけ。あれ、意外と早い。お邪魔します。真っ暗。しーちゃん。誕生日は毎年家族と過ごすじゃない？邪魔するのも悪いかなってずっと思ってて。一日早いけどさ、一度くらい私たちだけで祝ってあげたかったんだ。あれ、葵さん？みんな、ありがとう。葵、とりあえず靴脱いでもらえるかな？ごめん。しずる、空気読んで。さ、食べよう。このケーキ美味しそうだろ。幸せは人それぞれで、私の幸せはここにあって、私はとっても幸せ者で、王様になるとかじゃなくて、私にとっての幸せは、ずっと続いてほしい幸せはこういうことで。誕生日おめでとう。さ、儀式も終わった、食べよう。ダメです、葵さんが最初です。ほら、葵どこ食べる？じゃあここ。あ、そのイチゴ狙ってたのに。こっちであげますから。じゃあそっちだね。それ私の。みんな、明日はクリスマスイブ、すなわち葵お姉ちゃんの誕生日で、
姉ちゃんのサプライズバースデーパーティーを今年も決行するよ。各自己の持ち場を責任持って担当するように。ラジャ、美咲は今年も分身ちゃんたちお願い。人手が足りないんだね。そしていつものように葵お姉ちゃんには絶対バレないように、バレてない記録を更新するよ。私はシンクに咲くバラ、スカーレットブルーム。茜は子供の頃から変身ごっこが好きだったわよね。でもまさか大きくなっても変身するとは思わなかったわ。別の自分になるってなんだか楽しい。それに素顔の私じゃできないこともできるし、できればスカーレットブルームで立候補したかった。別の自分も素顔の私も同じ茜じゃない？そうかな。とにかく皆さん、投票用紙にスカーレットブルームと書くと無効になるので気をつけてください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。